この田代三鬼も一回の移送で終わるのか試してみようか。極みまで。かつて学びし足利学校、それをかつて再興した上杉家も、今は戦乱の渦中。学が散逸することこそ、何より恐ろしいことよ。傷を伺うのが武家の意だな。戦には傷がつきものだ。是非もないことだが、な。深手は避けた。これも医学の恩恵か。また多くの傷と病を生むのだな。はっ。なんと。私は満足しない。さらなる学びの場を求める。私への投資は大いに感謝する。いずれその期待に応えてみせよう。この田代三鬼も、一回の移送で終わるのか。試してみようか、極みまで。私の意こそ、最新の医術。やがては多くの命を救うことになる。さて、問診しよう。どこが悪い？ほう、頭。だが、私も学問を収めた身ではあろうとも、今は一介の医師。学問ならば別の。違う。頭が痛いと。最新の医を披露しようか。私はこれで失礼しよう。往診の予定があるのでな。継承も放置はできないものよ。難あるところに、患者もまたあるものよ。はっ。なんと。学問を収めれば次は実践。真の学びが終わることはない。私の意が気に召したか？それは何よりの褒め言葉だな。私の意こそ、最新の医術。やがては多くの命を救うことになる。